はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。サイバーパンク2077やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は謎の人物と話すということなんですけどね、これがすでに私のこう B の人格をこう奪いつつあるこのジョニー・シルバーハンドなんですよね。でこの人と話すってあるけども話せない。でもタバコが吸いたいらしいですよね。一旦アパート出るってあるけども、一回出るか、タバコ買ってく、おお、タバコ買いに行くんじゃないか。なんだ、雇い主は誰だ、言え。わかんないよ。嘘だろ。え、嘘だろ。ん、リンクしてんのか、動きが。あ、動きがリンクしてる。あのチップか。どのチップだ。このいてやるよ。やめろ、待て。めちゃくちゃだな、なんかビーのジョニーって人は。この体は俺がもらう、うん、絶対にな。いて、ジョニー、どすかれてんだ。いて、まだいるしまだいるんか。消えな、クソ野郎。それじゃダメだ。ん、口に銃を突っ込んで引き金を引け。ああ、感じるぞ、互いの意識が触れ合ってる。俺は果物に生えたカビかよ。少しずつ侵食してる。止めることはできねえ。聞いてんのか。クソ、気持ち悪い。これは記憶痕跡のコピーに過ぎない。本当の俺はきっとどこかに。何なんだ、出てけ、俺の頭から出てけ。頭をぶち抜け、そうするしかない。聞いてんのか、脳みそに弾をぶち込むんだよ。あ、薬飲んだら一応撃退はできるんだ。お、気がついたらシャワーを浴びていた。Bも散々な目で合ってますね、かわいそうにね。経験値、クリとかいろいろあったけど、お、デラマンだ。お、 B 様、ウェルズ様のご遺体は ご遺族のもとに確かにお届けいたしました。ありがとうございます。あ、電話しちゃった。出るかな。まあ、デラマンには結構お世話になってますね。瀕死の私 B をね、助けてくれたりとかね、遺体をこうやって持ってってくれたりとかね。ちょっと俺言わなきゃダメだろ、これね。メールを確認する。メール。一件。家賃の未払いかい。エースは H10 メガビルディングをご利用いただきありがとうございます。記録によると、今月分の賃貸料が未納となっております。賃貸借、借り、借契約。BD23301 に基づき、これ以上支払いが遅れる場合は強制退去となりますので、ご注意ください。おお、お金払いたいね。どっか払えないの、これ。食べ物を探す。ちょっと、家賃払いたいけど、払えないのかな。なんか食べる。あ、違う、食べるか。食べた。アパートを出る。まあ、なんかまだのそーっとした動きですけど、これ。大丈夫かな。弾薬を補充する。ああ、あるね、弾薬ね。それか。でアパート出る。まだあるのかな。インベントリー開いて、あ、服を着る。すっぱだかかい
ちょっと待って、ちょっと待って、レベルアップ、何のレベル上げとこうかな。6医師かな、医師のレベル上げといて、でパークポイント何がいいんだろう。盲点、かがんでる間軽減発生率が高いと、できにくい体質が時間がなくなる、これかな。でインベントリーかな。おお、裸だ、なんか着なきゃ。なんかあれかな、あ、これこれでいいや。アーマーアーマーがですね、ん、上がるやつ、防御力が上がるやつか、インナー、この防御力が上がんないかな、さすがに上がんないか。すごい格好してる、なんかまあいいや、頭いいか。まあパンツでも履いてくれ。コーデはいいか。靴、靴は赤い靴、すごいな、これちょっと派手すぎんな。これでいいよ、普通ので。これいいか、これこの感じでいいですかね。おし、これでいいよね。え、竹村と話す。五郎竹村だ、話がある。トムズダイナーに来い。おー、トムズダイナーってなんか聞いたことあるな。なぜあんたと話さなきゃいけないんだ。俺がお前の命を救ってやったからだ。あまりにいろんなことが起きて、未だに頭の整理がつかない。時間がかかるのは当然だろう。だからなんだ、生きるつもりがあるならもう一度リングに上がるしかない。なるほどね。ゴングはすでになっている。いや、おっしゃる通りだよ、本当に。おっしゃる通りだ。結局やっぱね、待って、お、来た。指定駐車場でご入居様のお車をお受け取りください。車来たのか。お、またバートムス共同体。でもこれもう大丈夫だよな。またなんか来た。意味不明な共同体、バートムス共同体。今度は新しいメッセージ。資本主義に対抗する最大の武器は終わりのない瞑想である。これなんだろうね。毎回こう深いこと言ってくんだけど、実態がわかんない。お、ヒューマンネイチャーね、これ。待って、何これ、何これ、どこのジョブなのこれ。あ、これさっきのやつか。車を回収する。人が死んでも世界は止まることなく進んでいく。いずれそいつの痕跡は全て無になる。早い話だから、お前の車は劣化移動されたんだ。あ、劣化移動されちゃったんだ。世界にお前が生きてるって証明したいなら、再びアクセルに足を乗っけるしかない。ちょっと大げさに言い過ぎてるかもしれないが、お前みたいなマイナーリーグの傭兵とっちゃ、これくらい演出した方が掘り上がるだろう。アーチャヘラ。車は出来のいい方がいい。とはいえ、良すぎてもいけない。アーチャーの役員会は痛い目にあってそれを学んだ。2023年、ヘラシリーズの第1弾を発売して彼らは、高品質で修理もしやすい製品を作ったばかりに、あわや倒産の危機に追い込まれる。ヘラを購入した客、それも相当に良心的な格で、の多くが、それ以上車を買わなくなってしまったのだ。50年以上が経った今でさえ、ナイトシーでヘラを見かけることは多い。当然、流れの使用で車体は錆び、傷も多くなっているが、それでも目的地で人を運ぶ役割をこなし続けている。ただし、事故に遭った場合の助かる見込みは限りなく低い。機能面の信頼性は確かなものだが、車体そのものは廉価か積もろい材質で作られているからだ。しかし幸いなことに、たとえ事故でバンパーと足を失ったとしても、どちらも簡単に交換できるという、なんかブラックジョークが入ってますからね。要するに、
修理しやすい車を作ったばっかりに新車を買ってくれなくなったということで、こう経営の危機の倒産の危機に追い込まれたわけですね、これね。なるほど。で、この車を回収するか、人間らしさという、まあ、ジョブをやってきますかね。家賃払わなくていいのかな。さあ、あ、こっちからか。でも、あの竹村って人はなんで B のことを助けた、まあ最初はなんか違う目的でなんか B を連れてこうとしたんでしょうけどね、結局謎の組織に追われて考えが変わったのかな、ちょっと分かんないな。駐車場から車を回収する。まだまだ走れない。まだ体が重い感じですね。ここで降りていくか。あ、開いた。どこ押すんだ。あれ、あ、これか、駐車場。はい、行きましょう。アリフイクバルです。今日ルシアスライン市長が死去し、ナイトシティは悲しみに包まれました。遺体を発見したご遺族の証言によると、収集中に亡くなったとのことです。死因は公表されていませんが、冠動脈インプラントの不具合が疑われています。ライン市長の残りの任期は市長がウェルドン・ホルト氏が引き継ぐ予定となっています。ホルト氏はまた駐車場から車を回収するということですね。いやー、なんかいろいろ問題は山積みでござるぞ。ジョニーとのね対立もなんかいろいろありますからね。これ前の車じゃないか、もしかして。これお、ご利用者 NCART カスタマーサポート、シティバスの不具合、NCART シティバスに発注していた技術的な問題が無事解決したことをお知らせします。本日より NCRT サービスにて再びお客様のパスをご利用いただきます。この度おかけしたご迷惑に対するお詫びとして、お客様の NCART アカウントにフリーパス権限を付与させていただきました。これにより本年の12月31日までお客様は NCART のすべての路線を無償でご利用いただきます。改めまして、シティパスの不具合でご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。今後とも変わらぬご愛好を賜りますようお願い申し上げます。NCRT カスタマーサポート。なんだこれ。新着アイテムあり。なんかサービス的なものでなんか不具合があったのかな、なんか。不適合があったんですかね。なんかさっきの何なんかもらったけど、何もらったか忘れちゃった。なんかよくわかんないけど。とりあえず乗る。お、なんだ、邪魔だ邪魔だ、デラマンじゃん。何が起きたんだ、なんだと。フィクサー、俺ん今度はこいつ、お前は町の全員から命を狙われてんのか。待ってろ、ナイトシティ一礼儀正しいデラマンがひき逃げするなんて。あ、いる、こっちいたわ。うん、どうし、なんだろうね。お前に耐えられなくなったんだろう。どういうこと。いいから黙ってろ。せっかくもらった車なのに、あらこれはひどいな。お、ね、これデラマンカーだ。自己番号771110961につきまして、深くお詫び申し上げます。損害の査定と保証手続きを行いますので、恐れ入りますが、デラマン社までお越しください。マジかよ。電話するぞ。じゃあね、直通行かなきゃダメなの？なんか、ついてないね、B ね。一体何なんだよな、デラマンね。どうした？デラマン本社もなんか困惑してる感じですよ、なんかね。まあデラマン社に行くってあるので、まあ、ただそっち行くか。
まあ、とにかく今走れないんでね、ちょっとね、そろそろって感じで今動いてますけどね。なんか乗り物が欲しいな、これ乗り物欲しいな。 B は今もね、 B は今精神的にも肉体的にもね、今苦痛ですからね、大変な状況ですからね。これ荷物が重いのかな、ちょっと待てよ、ちょっともしかしたら荷物が重いのかもしれない。いや荷物、あ、超えてるわそりゃ動き遅いよな、なんか重いんだね、なんか脱ぐか。荷物を減らすにはもちろんインベントリーだな、あ、多分所有物が、いや待って、多分持ち物が多いんですよ多分ね、これね、だから走れないのか。とか売りたいね、どこかで売れるかな。道中に一箇所売るとこあんな、この先。戻ってもいいのかな、ここね。こう、戻るか一回。わかった。原因がわかりました。動きが遅い原因がわかった。重いんだ。いっぱい持ってたもんな、確かインベントリー。ほら、これ重いよ。これは重い。確かに。じゃあ戻ろう。それは走れないな。確かにね、アイコンでなんか重量オーバー的なものついてました。うん、これね。それは走れないよ。B の体調も悪いかもしれないけど、重さだよ。そこか。あったー。よくついた。うるうる。ショットガンはいらないよな。ショットガンはいらない。売る。リボルバーもこんなにいらないよな。ゼロ円のこれ、確かこれ、買ったやつだよね、これね。10円だ。いや、売っちゃえ。ピストルもそんなにいらないでしょ、もうね。2丁も。売りたいけど、なんか高そうだよな。わー、この辺いっぱいいる。サーバーシンガー。いっぱい拾ったね。コンペキプラザで結構売ったかな。拾ったかな。また売りすぎたかな。お、だいぶ軽くなった。売りすぎた。よし、これで走れると思う。ほら、軽やかになりました。で、そう、デラバン社に行くということですね。あ、これちょっと、またがない方がいいか。敷居をまたがない方がいいな。よいしょ。だいぶ速くなりましたね。ここで、おっ、怖っ。メールスドムだ。怖いな。まあいいや、まあ置いていこう。追っかけてもまあ追いつくわけないし、さあ行きましょうね。あれ、なんか車車道走ってるけど大丈夫これ待て、これ遠いじゃない、もしかして。今さっき気づいたけど、待て待て、今どこにいるの。あ、遠いわでも車あんの、私。待て、車ないよ、車。まあ車盗めばいいんだろうけど、まあ、そうもいかないしな。普通に車道走ってんだけどこれどうなってんだこれ。多分これナビ、このナビは車を乗ることを想定したナビなんでしょこれね。だってこれ車道走らせんだもんなとんでもないよこれ。よかったこれスタビだけじゃなくてあったらちょっと休みだからね、走りながら行けなくなっちゃうからね、これね、大変だこれ。で、この横ね、お、岡田さん、若子さんだ。久しぶりやな。久しぶりだね。若子岡田、ウエストブルックの宿女。時間ができたら会いに来いや。
サンドラ・ドーセットの件で肩をつけな。お、あんたはようやったで。 AI 棒もおったことやしな。ほなら。ああ、サンドラ・ドーセットの件でまだ肩ついてないんだ。あれ、近くに寄ったら顔を見せに来や。まあ別にうちはどっちでもええやんだけどな。 OK、 今気にかけてる、気にしてるのかな、やっぱりね。ジャッキーの件もありましたからね。まあ、とりあえず今はね、デラマンに行ってね、ちょっと車を直してほしいよ。直してくれやみたいなね、感じはありますよね。こういう、いや、さすがに乗ってる車はね、ちょっとね、強奪できますよね。まあ、強奪した方がいいんだろうけど、やるんだったら駐車場に行った時にね、持ってけばよかったかなーって気がすんな。ちょっとね、今更後悔し始めてる。家の家賃の滞納もあるしね、あれも払っとかなきゃダメだけど、いつか払うときあんのかな、払えるのかな。今お金さ、今1万5000円ですよ、1万5000円。だから随分払えるんだけどね。いつ払えばいいんだろう。渡っていい、これ。よし。お、このパドルから出るのか。戻ったのか。相変わらず耳が早いんだな。当たり前だ。とにかく何か必要な時は声をかけてくれ。優しいな。気にかけてくれてる感じですね。セバスチャンパドイ茨城からのメッセージ。暇のある時に私の教区まで会いに来てくれ。ゆっくり話でもしようじゃないかってことでね。やっぱ心配してくれてんだね。さあ、もう少し、70m、ここで曲がって、ようやく着きます。デルマン、お、なんかもう開いたし。こんにちは。俺は弁護士にデータクラッシュをお見舞いされたいか。ああ、営業停止にしてやる。どうしたんだろう。では担当弁護士様をご紹介いただけますか。ふざけんなよ、クソ AI。なんかみんななんか被害あってる感じか。お客様のデータを処理していますので、お待ちください。なんかバグってるよ。どうしたデラマン。デラマン。いらっしゃいませ。ご用件をお申し付けください。順番を守って。おいデラマン、俺のことがわからないのか。メッセージをくれただろう。事故のことで来てくれって。ご不便をおかけしますが、お客様が現在お話しされているのはデラマンネットワークのサブルーチンです。なるほど。お問い合わせ番号をはっきりとおっしゃってください。ダメを教えたら奴らに見つかるぞ。奴ら企業だよ。77111101096。威力との照合中。3両末尾96は社会的脅威、政府の敵ってことだ。お、そうなの。お客様の ID を確認しました。ハンス・ジョナス様。え、お問い合わせ番号77。誰、ハンス・ジョナスって。110196におけるご経験内容をご説明いただけますでしょうか。目玉が飛び出るほど大事故だった。いや、そんなわけじゃないけど、車が台無しになったかな。ハンス・ジョナス様、車が傷物になって困ってる。とにかく本物のデラマンを呼んでくれるか。お、B 様。お、受付係がお手間をおかけして申し訳ございません。何かしら。危機的状況への対応で業務を分担せざるを得ない状態でして。どうしたんだい。 B 様の損害につきましてはすでに賠償金を送金させていただいております。いや、その特別。それはいいんだけど、場所を変えて話しませんか。嘘でしょ。ああ、わかった。ではドローンに従ってください。はい。なんかデラマン自体にもなんか問題があった感じですね、なんかね。あとなんかいろいろあるよ。デラマンのジョブが追加されてますね。デラマンのドローンについていく。俺の時代じゃ車が喋るなんてことはなかったが、今じゃこいつが仕事をくれるって。時が過ぎるのは早いもんだ。で、何をぼやぼやしてるんだっていうことですね。デラマン、
ありますね。いつも安全快適なドライブをお約束。デラマンは人工知能により運営されている唯一のタクシー会社だ。彼の魅力的な人格だけでも利用するに値するが、効率化と革新的なテクノロジーを通して常により良いサービスを目指すデラマンは誰よりも優秀なビジネスパートナーになり得る。もう確かにね、人格としてはかなり優秀な方でしたね、これね。どんなこともちょっと無理かもしれませんけど、なんとかするよみたいな感じがしましたからね。で、これはコンバットキャブ。ギャングやサイバーサイコによる暴力がはびこる街ではセキュリティが何よりも重要だ。ナイトシティの危険エリアを訪れる場合は、あるいは通り過ぎるだけでもコンバットキャブを利用することをお勧めする。会社のホームページにも記載されているが、コンバットキャブはあらゆる口径の弾丸をも弾き返す装甲車両を採用し、シックスストリートのようなギャングが牛耳っているエリアでも運営されている唯一のタクシー会社だ。近年はデラマン社にシェアを奪われてはいるものの、コンバットキャブから資金提供を受けている工業データ端末は街の至る所で見かけることができる。デラマンより先にこうセキュリティに特化したタクシー会社があったってことですね。まあ現在でもまあちょこちょこっとまあ働いてるみたいですけどね。なるほど。走行車両を採用しってやるからね、相当頑丈な車なんでしょうかね、これね。で、まだあるな。ビスター・デルレイ。事実を隠す必要はない。ビスター・デルレイは貧困と弾圧にあえぐヘイウッドの汚点だ。このエリアの支配者はギャングであることに間違いないが、彼らが支配している通りは大抵閑散としている。逃亡中の犯罪者や無法者が隠れ住むメガビルディングはすっかり荒れ果て、その醜い外観が通り過ぎる人々を嘲笑う。近隣のコーポプラザやノースオークに住む裕福層にとってビスタは目の上のコブ以外の何者でもない。ただ忘れたくとも嫌でも目に入るのだ。町の当局がビスタ・デルレイを制圧し掃除するという噂をしばしば耳にすることがあるが、そんな苦行を進んでやりたがる者がいるとは到底思えないということですね。町の当局が掃除するといっても、もう荒れ果てすぎてもうお手上げ状態なんですかね。だ、そこまで進んでしまったという町なんですかね。それともギャングの治安が良くないっていう感じなんですかね、これね。確か今いる場所がビスタ・デルレイじゃなかったっけな。ここね、ヘイユとビスタ・デルレイ、デラマン社があるところ。あ、結構あまりこう良くないところにあるんだね。あるんですね、これね、デラマンはね。人工知能 AI。 最初期の人工知能は生活の快適化を目的とするごく単純なアルゴリズムに過ぎなかった。しかし時を経るにつれ、高度に人間をシミュレートできる存在へと進化し、人が愛着を覚え得る人格さえ備えるに至った。また軍事目的の人工知能も登場し、これらはネット上の敵セキュリティを突破する手段として使用された。そんな中、ネットランナーのレイシー・バードモスが出現し、悪名高きデータクラッシュがもたらされる。バードモスの標的は企業のデータ要塞であり、目的はそこから盗み出したデータをネットに放つことだった。しかしそれを引き金としてそれまでのサイバー空間を一変させる本格的な戦争が勃発してしまう。直接的な影響を受けた人工知能は変異し始め、極めて危険な存在であり、不良 AI が誕生することとなった。この事態を受け、ネットウォッチは強力な人工知能ブラックウォールの開発を迫られる。ブラックウォールの役目はただ一つ、データクラッシュ後に残された最後のネット領域を不良 AI から守ることだ。公にはブラックウォールの向こう側へ行った者はいないとされている。だが実際は様々な噂が囁かれているということですね。
バートモスという名前が出てきたんですけど、前に何回かバートモス共同体という謎のメッセージが来てましたよね。それがこの正体がレイシー・バートモスって人なんだ。ネットランナーの人のね。うん、なんかなかなかちょっと、ね、怖い存在である感じですよね。ネットウォッチとこう対立してる感じの雰囲気ありますよね。でも今後なんかまたメッセージ来そうだけど、どういう関わりしてくんだろう怖いな。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それではさよなら。